シナモン食べた。シナモンいい。っていうか遊ぶのさ初めてじゃない？7人であんまりさ、うん、どっか行かないもん。行かないからさ、何人かでしかさ行かないから。そうそう楽しみ、なんか、ね、いいねね。なんかさこういうのとかさみんなと遊ぶ、ね、ここの通りを抜けたらなんかふわーって感じね。え、うん、やばい楽しそう。夏焼きみやびです。お疲れ様です。清水咲希です。福永千奈美です。夏焼きみやびです。もう一回夏焼きみやびです。みやびです。え、なにこれすごくない？このボードなんかおーすごい。おっあれ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 皆さんちゃんとこうした青いやつです。やばい、早そう、早そうだ ね、 ね、うん、やばい、楽しみだ。楽しみだけど怖い。楽しみだけど怖い。まあ、頑張ってですよ。そんなにさ、急に落ちる。までもちっちゃい子も乗ってるよ。うん、ちっちゃい、多分ちっちゃい声だと思う。でも子供用じゃないでしょ。子供用で。嘘、早い。だってさ、乗り物はクジラじゃん。クジラだから、そんなに怖くないと思います。楽しみだよ、楽しみだよ。あれれれれれあれれれれあれれれねえ、これ子供のジェットコースター、だって見てほら、ももよちっちゃい子いっぱいいるから。いっぱいいる。あれれれれれ怖がってる人が約1名。ここに今三角みたいなね、三角どうしようかな的な人がいるんですけど、もうやばいみたいな人が1名いますね、そこら辺に。泣いてる。並びます。並びます。絶対楽しい。早く乗りたい。早く乗りたい。怖いよ。気にしないで、うん、前髪とかそこじゃない。前髪だから気にしないで、そこじゃない。頑張れ。はい、リラックスして。はい、深吸。はい、吸って。はい、違う、今呪文が書いてる。はい、もうこれ大丈夫。はい、大丈夫です。大丈夫です。はい、治りました。はい、治りました。並びます。じゃあ並びましょう。はい、じゃあ一番後ろが楽しいんだよ。え、なんだ。一番後ろがスピード来るから楽しいんだよ。いいよ、一番前でいいよ。体の前じゃ迫力ないよ。楽しみだね。でも早いよ。全然ない。じゃあもうちゃんと乗ったことがないわけじゃない。乗ったらもうなんだろう。でも十分多すぎる。なんか3歳ぐらいの人がさ、3歳ぐらいの子がさ、なんかさ、それはもう終わったら心臓が強いんだよ。まあ、小さい子は怖いもの知らずっていう。めっちゃ行っといた方がいいんじゃないの。じゃあ身長110センチの方をちょっと行ってるか確認します。はい、行きますよ。はい、大丈夫です。はい、次私。はい、はい、バリバリオッケーです。次私。はい、キャプテン。ああっと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 。はい、ダメです。ああ、あと嘘です、嘘です、全然大丈夫です。そんな言ってますから大丈夫です。はい、じゃあ次菅さん、菅やります。バッチリいきます。はい、菅さんどうぞ。はい、乗れます。はい、乗れます。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 はい、頑張ろう。いやいだろ、頑張ろう。やばい。で、私も乗れます。どれ。え、いけるじゃん。いけるじゃん。はい、じゃあチーもチー。はい、ラスト、ラスト、ラスト。チェック、チェック、身長チェック。どこ行く。身長チェック。はい、大丈夫です。はい、OK です。 OK です。全然余裕。このキャプテンにいっぱいジェットコースターこれ乗ってるとか、一緒に遊園地よく行くんですけど、これ乗んないともう嫌だとか言って、乗れるようになったんです、ジェットコースター。ダメ、無理無理ですね。すぐさん、やるよ。なに、バッチタッチが一人。せーの、最初はグー、じゃんけんぽい。最初は
前行ったんでしょ。はい。あと次。でも次最初に無理だよね。いいよ、うち一人で。ミヤ一人？